シカゴは、ジョン・カンダー作曲、フレッド・エッブ作詞、フレッド・エッブ及びボブ・フォッシー脚本によるアメリカ合衆国のミュージカル。禁酒法時代のイリノイ州シカゴを舞台に、記者のモーリン・ダラス・ワトキンスが調査した、実際の犯罪及び犯罪者を題材にした演劇、シカゴをもとにしている。物語は、刑事司法陣営の政治腐敗の風刺及び著名な、 犯罪者の概念について描かれている。1975年にオリジナルのブロードウェイ公演が46番通り劇場にて初演され、1977年までに936公演上演された。オリジナルではボブ・フォッシーが振り付けも手掛け、彼のスタイルがこの作品に如実に表現されている。1979年、 ウェストエンドに進出して600公演上演され、1996年、ブロードウェイで再演され、その1年後にウェストエンドでも再演された。ブロードウェイ再演では7300回以上を上演し、再演ミュージカル作品では、最長、ブロードウェイ史上アメリカのミュージカルで、最長、ブロードウェイ市場海外作品も合わせると、オペラ座の怪人、キャッツに続き、 第3位のロングラン公演の記録を持っている。ウェストエンドでの再演は15年近く続き、ウェストエンド市上ア,アメリカのミュージカル作品で最長の記録を持っており、他に国内外のツアー公演も行っている。アカデミー賞を受賞した映画版、シカゴは、ロブ・マーシャル監督、レネーゼル・ウィガー、キャサリン・ゼタ・ジョーンズ、リチャード・ギア、ジョン・シー・ライリー、クイーン・ラティファ主演で制作された。 ミュージカル、シカゴはジャズ全盛期時代、シカゴトリビューン紙で1924年の、ビューラーマンとベルバガートナーの裁判を取材した、女性記者のモーリン・ダラス・ワットキンスが、これにヒントを得て執筆した脚本、シカゴを元にしたから口コメディである。1920年代初頭、シカゴの報道機関や民衆は、この二人の女性殺人犯に釘付けになっていた。当時女性が、 恋人や夫を殺害するニュースはとても注目を集める題材であった。この二つの事例は、ジャズエイジの女性観を変え、クック軍において、陪死人による女性殺人犯の無罪方面が続く結果となった。当時の陪死人はすべて男性であり、有罪を受けた殺人犯は通常公主刑となっていた。シカゴでは女性らしいあるいは魅力的な女性は、 有罪判決とならなかったと伝えられている。当時、シカゴトリビューン紙は、女性被告の判決がどうあれ、検察官を持ち上げる傾向があった。ライバルである、ハーストコーポレーション社の出版物はより被告寄りであり、女性記者は、女性被告の立場、魅力、食材、品位に注目し、泣きのにと嘲笑されていた。それぞれスタンスは違っていたが、メディアは、 女性被告をセレブリティとして扱うことがあった。ロキシーハートのモデルとなったアナンは1924年4月3日、ハリー・カルステッドを殺害した当時23歳であった。シカゴ・トリビューン紙はアナンは、フォックストロットのレコード、フラ・ルーを2時間かけ続けた後、夫に自分を襲おうとした男を殺害したと、電話したと報じた。1924年5月25日、アナンは、 無罪となった。ベルマケリーのモデルとなったガートナーは、キャバレーの歌手で、離婚経験があった。1924年5月12日、ガートナーが遺棄した車の中で、ハンドルに被さるように前鏡で亡くなっていた、ウォルターローが発見された。二人の警察官が女性が車に押し入り、直後に銃声を聞いたという証言を得た。ジンのビンと、 自動拳銃が車の床から見つかった。1924年6月6日、ガートナーは無罪となった。弁護士のウィリアム・スコット・スチュワートと W.W. オブライアンがビリー・フリンのモデルとなった。これら2件の裁判を報じたワトキンスの戦場的なコラムは人気となり、彼女はこれをもとに演劇の脚本を執筆することを決心した。この演劇は 民衆の人気と非評価の賞賛を受け、1926年にブロードウェイに進出し、172公演を上演した。1927年、セシル・ビー・デミルのプロデュースによるサイレント映画、シカゴが、ロキシー役に、フィリス・フェイバー、ベルマ役に、ジュリア・フェイが配役されて制作された。1942年、サイレント映画、 ロキシーハートとして、ジンジャー・ロジャース主演でリメイクされた。ただしこの版では、ロキシーは無実の罪を着せられている。1960年代、グエン・バードンが脚本を読み、夫のボブ・フォッシーにミュージカル化できるか尋ねた。フォッシーは、脚本家のアトキンスに何度も、権利の購入を依頼したが、彼女は断り続けた。彼女が亡くなる前に、神聖信者となり、 彼女の脚本が人生をより魅力的なものにしてくれると信じるようになった。1969年に彼女が亡くなると、脚本の権利が、プロデューサーのリチャード・フライヤー、バードン、フォッシーに売却された。ジョン・ケンダーとフレッド・エブは、伝統的なボードビルの曲や役者をモデルに、ミュージカル版の楽譜に取り掛かった。概要は、正義。 上ビジネスと現代社会の対比をはっきり描くこととなった。エヴとフォッシーはミュージカル版の脚本を執筆し、フォッシーは演出と振り付けも行った。舞台では特に奇才ボブ・フォッシーの振り付けによるゴージャスでダイナミックなダンスが特徴的である。映画版は2003年の第75回アカデミー賞の作品賞、第60回ゴールデングローブ賞の作品賞も、 受賞している。なお、映画版では主役を、ロキシーハートとし、舞台版の楽曲は、数曲カットされている。1920年代中期、ジャズ前世紀のアメリカ合衆国入りのイシューシカゴで、ボードビリアンのベルマケリーは、夫と妹が浮気をしているのを目撃して二人を、殺害し、彼女は観客を歓迎する。その頃、 コーラスガールのロキシーハートは彼女を捨てたナイトクラブの常連客で愛人のフレッド K3 を射殺し逮捕される。ロキシーは強盗を撃ったのだと語り、お人よしの夫エーモスは気軽に責任を買って出たため、ロキシーは夫の頭が弱いことに感謝する。しかし警察が被害者の名を明かすとエーモスは遅ればせながらも事情を把握し、真実が明らかになったために、 ロキシーは逮捕される。彼女が、クック軍刑務所女子胸に送られると、その監獄には、元ナイトクラブの歌姫、ベルマケリーのほか殺人者たちが収監されている。ここは需要に応えた、相互扶助で贈収賄を行う監守ママモートンに、牛耳られている。彼女はベルマが、ボードビルに花々しく復帰するように、エージェント業も、行い、メディアの、 今週の殺人者のトップになるよう働きかける。悪徳民腕弁護士、ビリー・フリンの力で、メディアの注目を一心に集め、監獄の中にいながらも、スターとなっていたベルマは、浮気をしていた夫と妹を殺しておきながら、ビリーのマスコミ捜査で無罪になる日も近い。ロキシーは、憧れのベルマに近づこうとするが、相手にもされない。ベルマはロキシーが、スポットライトだけでなく、 悪徳敏ン,ン弁護士、ビリー・フリンを奪ったことが気に入らない。監視ママ、モートンの手引きを受けたロキシーは、エーモスに金を出させて、ビリー・フリンを雇う。多くの女性依頼者にお願いされ、ビリーはダンサー及び、コーラスと共に歌う。ビリーはロキシーを担当することになり、同情的なタブロイドのコラムニストである、メアリー・サンシャインにより、彼女の身の上話が作り上げられる。 ロキシーの記者会見では、ロキシーは口を動かすだけで、言葉は発さず、ビリーが新たに作り上げた真実が複話術で語られる。ビリーがデッチ上げた正当防衛の筋立てが功を奏し、悲劇のヒロインとして一世を風靡するロキシー。スポットライトから外され、今度は嫉妬する側になったベルマ。ロキシーはシカゴの新たな有名人となり、 将来のボードビルでの活躍を自慢げに語る。ロキシーの名声は上がる一方、ベルマの評判は下がり、スターの座を奪われたベルマは思い切ってロキシーにデュエットを持ちかけるが、今度は自分が相手にされない。そんな中、新たな女性殺人犯の霊状危機が登場し、マスコミの関心はそちらに移ってしまう。 ロキシーとベルマはそれぞれ自分以外に誰も頼りに、できないと悟り、ロキシーはとっさに、妊娠中と、嘘の告白をし、スターの座に返り咲く。ベルマは、女優のテキサスナンがよく使っていた、ハロー、サッカーズという挨拶を使い、再度人気が上がる。彼女はロキシーが見えすいた嘘をついたにもかかわらず、幸運が続いていることを語る。頭の弱いエーモスは、 自分が父親になることを喜ぶが、誰も彼の存在に気づかない。ベルマはビリーに裁判の計画を語る。ロキシーはこれに不満を持ち、ビリーと大喧嘩をして彼を解雇する。彼女は監獄内の女性が公主刑を実行されることを知り、解雇を覆す。裁判日が決まり、ビリーは裁判をショートしてうまく演じればすべてうまくいくと語り、 靴のラインストーンのバックルに至るまでベルマが計画した裁判のアイデアをロキシーにすべて与え、ベルマとママモートンは驚愕する。約束通り、ビリーはロキシーの無罪を勝ち取ったが、常に新しいスキャンダルを追い回しているマスコミは劇的な。判決結果にもロキシーの存在にも無関心で、ロキシーはセレブリティの座から転落する。 裁判を小ビジネスと考えるビリーは相変わらず意欲的に悪徳弁護を続けている。エーモスは彼女の味方であったが実は妊娠していないことを明かすと彼も去ってしまう。ロキシーは立ち上がり前向きに生きていくことを決心する。新たなショーでベルマとタッグを組んで歌い踊り出演者全員が登場して大断円を迎える。フレッド・エブによると彼は 登場人物はパフォーマーである。ロキシーは、ヘレン・モーガン、ベルマは、テキサス・ガイマン、ビリー・フリンは、テッド・ルイス、ママ・モートンは、ソフィ・タッカーというように作品内のどの曲でも誰かが、モデルになっているため、ボードビル形式で脚本を執筆した。ケンダーは、作品がボードビルと呼ばれるゆえんについて、私たちが手がけた曲の多くは、エブが示した。 パフォーマーだけでなく、エディ・ケンターや、バート・ウィリアムズにも関連しているからと語った。ミュージカル、シカゴは、当初より制作者たちの話し合いにより展開していった。ラズル・ダズルの2回の指スナップは、エブがケンダーに提案して付け加えられた。ケンダーは、指スナップを追加して、ボブに聞かせる前、エブが確固たる自信を持って、2回の指スナップを入れてみよう。ボビーも、 きっと気に入るよと語った。私たちはそれらを追加し、彼がこれを聞いた瞬間、彼はこの曲が気に入ったのだと語った。リハーサル中、ラズルダズルは、裁判所の階段でのランチキ騒ぎとなる予定となった。フォッシーは、この演出について、ジェリー・オーバックと、曲の中に、ブレヒト流の繊細な内面が足りないと感じたと、話し合い、却下となった。当初のフィナーレは、 グエン・バードンとチタ・リベラによるルーピン・ザ・ループであった。しかし、このシーンはチンプに見えるため、フォッシーは美しいドレスでより魅力的なシーンになるように頼んだ。このシーンはカットされ、ナウデーズに置き換えられた。ルーピン・ザ・ループの一部はカット後も除曲内で聴くことができる。この曲の他の部分は、キープイットホット RSVP で使用されたがこれらもフィナーレでは使われていない。他の登場人物では、デイビッド・ラウンズにより演じられた劇場エージェントのハリー・グラスマンは著名な囚人から搾取して利益を得る役柄であった。彼はまた劇中賞の MC も務めていた。この役と曲10%はカットされ、役はマトロン・ママ・モートンに置き換えられ、コーラスメンバーが MC も兼ねることになった。フォッシーはクラスの歌詞が攻撃的すぎるとして、ケンダーとエブのオリジナルの歌詞をチェックした。オリジナルの男はすべて鬱陶しい、女はすべて頭が弱いという歌詞は2002年の映画で復活される予定だったが、公開時には曲ごとカットされた。1975年6月3日。 ミュージカルボードビル、シカゴが46番通り劇場で開幕し、936公演上演後、1977年8月27日に閉幕した。開幕時の公演は、ベルマケリー役に、チタ・リベラ、ロキシー・ハート役に、グウェン・バードン、ビリー・フリン役に、ジェリー・オーバック、エーモス・ハート役に、バーニー・マーティンが配役された。 ベルマ・ケリーは当初比較的マイナーなキャラクターであったが、ロキシー・ハート役のグウェン・バードンに対するチタ・リベラの演技でバランスよく厚みが加えられた。作品は賛否両論であった。ブレヒト流の演出は時々第四の壁を取り去り、観客を困惑させた。ジェームス・リーブによると、シカゴは皮肉と破壊を兼ね備え、アメリカ文化の伝承を用いて、 アメリカのセレブリティ文化に一石を投じた。同年、マイケル・ベネット演出及び振り付けによるコーラスラインが開幕して高い評価を受け、シカゴは工業収入でもトニー賞レースでも敗北した。閉幕が近づいた頃、グエン・バードンはフィナーレの最中に誤って羽を吸い込んでしまい、喉の手術を受けた。スタッフ陣は上演中止を検討したが、 ライザ・ミネリが代役を買って出て続行された。ミネリの代役は1ヶ月続いて、作品の人気は大いに上がり、バードンが回復すると復帰した。公演期間終盤、アンランキンも、バードンの代役で出演し、1996年の再演にも出演して高い評価を受けただけでなく、フォッシーのスタイルでの振り付けを行うこととなった。1979年4月、 ロンドンのケンブリッジシアターで最初のウエストエンド公演が開幕し約600公演上演された。ベルマケリー役にジェニー・ローガン、ビリー役にベン・クロス、ロキシー・ハート役にアントニア・エリスが配役された。ローレンス・オリビエ賞においてミュージカル作品賞及びミュージカル女優賞にエリスがミュージカル男優賞にクロスがノミネートされた。 1996年5月、ニューヨークシティセンターで行われた、アンコール。シリーズにおいて、コンサート形式で上演された。このシリーズは忘れてはならない古いミュージカルに、再び注目を集めるために行われている。このプロダクションは、ウォルター・ボビー演出、ボブ・フォッシーの愛でシュアン・ラインキング振り付けで、ラインキングは、ロキシー・ハート役も演じた。 数年前のオリジナル公演で、バードンの大役で、ロキシー役を演じた彼女は、再演時46歳で、ロキシー役を演じた。他に、ベルマケリー役にビビニュー・アース、エーモス・ハート役に、ジョエル・グレー、ビリー・フリン役に、ジェームス・ノートンが配役された。脚本は、オリジナルのままで、振り付けはいくつかは、当時のものを再現した。公演は、賞賛を受け、 ニューヨークデイリーニューズのハワード・キセルはオリジナルより印象的だったと知るし、ニューヨークタイムズのベン・ブラントリーはフォッシーの名言に観客との愛がある。ランキン氏と出演者たちはまさにこれを表現していた。シカゴは皮肉が過ぎ作品の寒さを感じて特に大二幕には弱さがあったが出演者がこれらを吹き飛ばしてくれたと知るした。 1996年5月10日までにブロードウェイ再演が検討され、シカゴ再演をブロードウェイで上演しようという動きが出てきた。ロッコ・ランデスマンはフランバリー・ワイスラーと共にこの夏マーティンベック劇場で上演したいと語っていた。ニューヨークのアンバサダー劇場で上演されたシカゴ・バリーとフラン・ワイスラーはすぐに 海底や展開を施した後、ミュージカルボードビル、シカゴからミュージカル、シカゴと名を変え、ブロード上で、コンサート形式の、シカゴを上演したが、衣装や装置も簡素なものでより、良い次の公演を期待させるものであった。陪身隕石を思わせる一角が、舞台中央にあり、バンドがその中に位置し、その周りや中で役者が演じる。またこの一角の横には、 椅子が配置され、出番でない時には役者が座る。1996年11月14日、リチャード・ロジャース劇場でデイビッド・トンプソンによる新たな脚本で開幕し、ミュージカル史上最速で初期費用を回収したが、舞台装置の簡素化も要因とされる。初演のミュージカルボードビル、シカゴと違い、 ミュージカル、シカゴは観客及び批評家からの評価は高かった。OJ シンプソン事件などで時代が変わり、セレブリティ犯罪者を題材とした公演を観客が容認するようになってきていた。翌年の1997年度には、トニー賞、8部門ノミネート、再演ミュージカル作品賞、ビビニューワースに、ミュージカル主演女優賞、ジェームス・ノートンに、ミュージカル主演団優賞、 ケン・ビリントンにミュージカル照明デザイン賞、ウォルター・ボビーにミュージカル演出賞、アン・ランキンに振付賞の6部門受賞に輝き、2008年に南太平洋が7部門受賞するまで、ブロードウェイ再演史上最多であった。エーモス役で助演団優勝にノミネートされたジョエル・グレーも有力視されていたが、選考委員会はエーモス役は助演ではなく、 主演ではないかという問題が発生し、先行から外れてしまった。2014年10月5日、現在7429公演上演しており、ブロードウェイサイエン史上最長のロングラン公演記録を保持している。新記録樹立の際、アン・ランキン、ビビニュー・ワース、ジェームス・モートン、ジョエル・グレイが、亀を出演した。2014年11月23日、 キャッツに続き2番目に、ブロードウェイ史上最長公演作品となる予定である。これまで、1975年オリジナル公演当時46番通り劇場と、呼ばれていたリチャード・ロジャース劇場、シュバート劇場、アンバサダー劇場と上演地を変えてきた。1997年1月28日、再演出演者によるキャストレコーディングが出版され、 1998年のグラミー賞でミュージカルシアターアルバム賞を受賞した。この長い上演期間の間に多くの著名人物が出演してきた。その一部を以下に示す。アッシャー、クリストファー・シーバー、シャーロット・ダンボイズ、マイケル・シー・ホール、ロズ、ライアン、ジェリー・スプリンガー、ブルック・シールズ、デブラ・モンク、パトリック・スエイジ、ビリー・レーサイラス。 ケビン・リチャードソン、メロラ、ハーディン、グレッチェン・モル、リタ・ウィルソン、アラン・シック、メラニー・グリフィス、テイ・ディクス、キャロル・ウッズ。チャンドラ・ウィルソン、ジョン・オハリー、クリスティン・ペディ、アシュリー・シンプソン、アダム・パスカル、エイミー・スパンガー、レイジ・マーマン、ウェンディ、ウィリアムズ、サマンサ・ハリス、マニル、ヘナー、ジェフ・マッカーシー、フィリップ・カスノフ、ルシー、ヘンシャル、クリスティ・ブ・リンクリー、 トニー・アズベック、から、ジョガーディ、ソフィア・ベルガラ。1997年11月18日、ロンドンのウエストエンドで再演が開幕した。ブロードウェイ再演同様、ウォルター・ボビーによる演出、ジョンリー・ビーティによるデザイン、ボブ・フォッシーのスタイルで、アン・ランキンによる振り付けで行われた。アデルフィ劇場で9年間上演され、2006年4月に、ケンブリッジシアターに移動した。 オリジナルキャストには、ベルマ役に、ドイツ人、ジャズ歌手テレンパー、ロキシー役に、イギリス人女優ルシー・ヘンシャル、エーモス役にナイジェル・プラナー、ビリー役にヘンリー・グッドマンが配役された。1998年、オリビエ賞のミュージカル作品賞、レンパーが、ミュージカル女優賞を受賞した。レンパーとヘンシャルは、双方ともブロードウェイで、ベルマ役を演じたことがある。 ウワストエンドサイエンでは、ブロードウェイ同様、多くの著名人が出演した。その一部を以下に示す。ビリー役に、マーティ・ピロー、デビッド・ハッセル・ホフ、ジョン・バローマン、トニー・ヘイドリー、ジェリー・スプリンガー、ケビン・リチャードソン、アイアン・ケルシー。ロキシー役に、マリア・フリードマン、ジョセフィーナ、ガブリエル、デニス・バン・オーテン、クレア・ス・ウィーニー、リンジー・ヘイトリー、フランセス・ラフル。 ジェニファー・エリソン、ジル・ハーフ・ペニー、ブルック・シールズ、サリー・アント・リプレット、ボニー・ラング・フォード、ディナ・ー・リーナ、アシュリー・シンプソン、アオイ・フ・マルホランド、ミシェル・ウィリアムズ、クリスティ・ブ・リンクリー。ウィリアムズは、ウワスト・エンド公演で、初のアフリカ系アメリカ人ロキシーを演じた。ジェームズ・ドアッティが、エーモス役に置き換えられた。2011年8月27日。 ケンブリッジシアターでの上演を終え、2011年11月7日、ガリック劇場で、ロキシー役に、アメリカ・フェレーラが配役されて、再度開幕した。2012年6月17日、ビリー・フリン役に、ロビンカ・ズンズが配役された。2012年9月1日、約15年の公演を終え閉幕した。閉幕後、続けて、イギリスツアー公演が行われた。 これまで延べ10回の北アメリカツアー公演が行われている。ブロードウェイ再演が開幕した6ヶ月後の1997年4月、オハイオ州シンシナティを皮切りに最初のツアー公演が行われた。ロキシー役にシャーロット・ダンボイズ、ベルマ役にジャスミン・ガイ、ビリー役にオバ・ババタンド、ママ、モートン役にキャロル・ウッズが配役された。百九十七年十二月、 フロリダ州タンパを皮切りに2回目のツアー公演が行われた。1999年秋に中断し、10月にコロラド州デンバーで再開した。ビリー役にロバート・ユーリック、ベルマ役にビッキ・ルイス、ロキシー役に7ビジターが配役された。2000年10月、コネチカット州スタンフォードを皮切りに次のツアー公演が行われた。ビリー役に ロバート・ユーリックが配役され、チタ・リベラが数週間参加した。2003年6月、ワシントン DC のナショナルシアターにて2003年度のツアー公演が開幕した。ベルマ役に、ブレンダ・バクストン、ロキシー役に、ビアンカ・マロキン、ビリー役に、グレゴリー・ハリソンが配役された。2004年のツアーでは、アラン・シックとトム・ゴパッドが、ビリー役に、 キャロル・ウッズが、ママモートン役に配役された。2008年11月、ノースカロライナ州シャーロットで、ツアー公演が開始し、ビリー役に、トム・オ・パット、ロキシー役に、ビアンカ・マロキン、ベルマ役に、テラシー・マクリード、ママモートン役に、ロズ・ライアンが配役された。2012年1月16日、ペルー人俳優、マルコ・ズニーノが、ビリー役に配役された。 ブラジルにて公式プロダクションの公演が上演されている。プロモーション用写真はベルマ役がブロンドでロキシー役が黒髪である。映画ファンにとっては困惑するが観客には好評である。2012年6月16日、ペルーのリマにあるテアトロミュニシパルにてタチアルカンターラ、デニッセデボス、マルコ・ズニの主演でスペイン語による公演が上演された。 2013年、チリにあるテアトロミュニシパルオブラスコンデスにて、オーストラリア人ダンサーのカレン・コノリーへ演出を呼び、振付によるスペイン語版が上演された。ベルマ役にダニエラ・ローレーンテ、ロキシー役にシグリード・アレグリア、ビリー役にアルバロ・エスピーノザ、エーモス役にガンザ・ロム・ニョス、ラーナー、ママ、モートン役にアレハンドラ・レオン。 メアリー・サンシャイン役にアンドレス・サイエズが配役された。2014年、中国にて、ウエスト・エンド・サイエン出演者を含む公式ツアーが計画された。出演者は帰国を余儀なくされ、彼らはツアープロデューサーによる契約不履行でツアーマネージメントを訴えた。訴訟によると公演で照明、音響、小道具が設置されなかった。 1999年にツアー公演が初来日して以降2002年2003年2005年2007年に来日公演が行われているこの公では日本人キャストの公演について述べる世界数カ国でシカゴのキャストレコーディングが出版されている1999年オランダ公演アルバムは唯一フィナーレ及び大ヒト幕の I can't do it alone の最初の演奏とリプライズが収録されている。ありがとうございます。